はい、ということで今日も始まりましたヒンマフィルムのバスチャンネルです。先日紹介させてもらった、イスズガールスーパーハイデッカー、8ナンバーの車検を取る段取りがやっとできました。で、明日車検に行こうと思っております。で、実は今回私たち札幌なんですけど、この車のオーナーさんが室蘭ということで、室蘭の陸運局で、8ナンバーの小前行を取っていきます。で、これは何でかっていうと、管轄の、陸運局でしか構造変更はできませんので、皆さんご注意ください。室蘭ナンバーがついたら室蘭、札幌ナンバーがついたら札幌運輸局でやるということになっております。で、一応何回もやってるんで、まあほとんど間違いなく車検通ると思うんですが、ちょっと気がかりなのがありまして、ちょっと聞いてもらっていいですか。まあお客さんの方でおそらくカスタムされてるんですけど、こういうところ黒くスモーク塗装されてるんで、この辺がちょっと気になってます。で、こういうところがスモーク塗装されてたり、こういうね、反射板が、ということで、こっちのバスから外しましたこっちのバスからね。で、そういうものを全部用意して、明日車検を取ってこようと思ってます。まあ、おそらく問題なく通るかなと思いますんで、皆さん期待しててください。では行ってきます。はい、室蘭運輸支局に到着しました。ちょっと札幌しかやったことないんで勝手が分かんないんですが、これから検査やっていきたいと思います。はい、ということで戻ってまいりました。で、結果どうだったかというと、この通り、はい、8ナンバー取れております。まあ、何回もやってんでね、まあ、この辺はまあ無事取れるのかなと思ったんですけど、で、気にしてたウインカーのスモークとかは特に何も言われなかったでした。まあ、一応ね、備えもしていったんで、まあ、何回もそれで対応もできたし、まあ、問題なかったのかなと思います。で、これから、HRP1200 仕様にしていくんですが、そういえば一つね、あることがあって、こっちスーパーハイデッカーでやりました。で、スーパーハイデッカーと車両総重量が14トン超えました。で、ハイデッカーでやると13トンです。なんで、重量税がね、スーパーハイデッカーでやると17万1000円でした。で、このハイデッカーだと、12万3000円ということで、まあ、約5万円ぐらいの差が出ました。まあね、やっぱり屋根高い分、1トン近く重みが違うっていうことが分かって、今回そういうことになりました。ただ、まあちょっとその辺でコストも少し違うのかなと思います。まあ、ただね、中も広いし、まあ、実際スーパーハイデッカーの方が高さは取れてるんで、居住スペースはいいのかなとは思います。はい、で、これから HYP1200 仕様にしていきます。まあ、その最初段階として、次の動画はですね、ソーラーパネルの取り付け、からやって、ソーラーパネルと、あとテレビのアンテナの取り付けからやっていこうかなと思ってますんで、ぜひ楽しみにしててください。今日はこの辺にします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただき重ねてありがとうございます。皆さん、ごきげんよう。